はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビール。ん？これなんて読むの？グースアイランド312アーバンウェイトエール。原材料名が、大麦麦芽と小麦麦芽とホップ。原産国がアメリカです。輸入者が、わからん。まあいいや。容量が 355ml です。アメリカか。これどこで買ったんだったっけな。ああ。スーパーで売ってましたね。うん。スーパーで売ってました。はい。よっと。スーパーに、とあるスーパー。俺がよく利用はしないんですけど、昔じゃねえや、1年前、コロナビール。コロナビールをめちゃくちゃ安く売ってて、あれ、びっくりしたんですよね。確か。コロナビール150円ぐらいで売ってたんですよね、1本。確かそうだった気がする。はい、乾杯。アルコール度数が 4.2%。ちょっと低めですね。グースアイランド312。ちょっとこれ小麦っぽい、小麦ビールっぽい、風味ですね。それとちょっとだけ、柑橘系の、エールの特有の柑橘系の味と、んでもほとんど苦味はないですね。うん。あ、これ地ビールだそうですね。シカゴ発のクラフトとして、市外局番312を、冠した地元への愛を詰め込んだ、ウィートエール。ちなみに値段がめちゃくちゃ高いです。これ確か200円ぐらいで買ったんだったかな。これが24本入りで、楽天では、11,100 円です。たっけ。11,100 円？なんかなぁ。小麦ビールっぽいんですよ。香りが。味が。うん。うん。まあ、コクは特にそんなにあるもんじゃないですね。コクは弱い。グースアイランド、アーバン、スイートウェイ。うわ！え？
アマゾンでも売ってますね。うわ、たっけ。一本たったの、たったのちゃう。たったの一本で580円もする。たっけ。絶対買わねえわ、こんなの。薄い。あ、まあ、薄い、小麦ビールの、ちょっと薄いかな、薄い感じの、まあ、わりかし、あの、風味が、弱くて苦味も少ない。うん、これは、夏さっぱりしてる。さっぱりしてるんで、まあなんか油っぽいものと一緒に食べたりとか、あと、夏だな。IBU、括弧国際苦味単位っていうのがあるらしいぞ。18だって。IBU、国際苦味単位？初めて聞いたぞ、俺。国際苦味単位。IBU だって。ビールの苦味の程度を測る単位である。はぁ、こんな初めて知った。IBU の技術的な限界はおよそ100であるって書いてある。軽いアメリカンラガーの IBU はおおよそ5以下。バーレーワインでは100を超えることがある。バーレーワイン？あ、バーレーワインっていうビールがあるんだ。エールの一種で、19世紀のイングランドで醸造されたビールを起源とするアルコール度数高い、ビールスタイルの一つだって。聞いたことないですね。初めて聞いたの。ワインと同じぐらいの強さという意味で、バーレーワイン。直訳で、麦のワイン、大麦のワインと呼ばれる。ワイン並みにアルコール度数が高く、年単位での長期熟成が行えるバーレーワインが開発されたとされる。ワイン同様、熟成期間が長いほど価値が高い。はぁ。通常のビールのアルコール度数が 5% なのに対して、バーレーワインのアルコール度数は 7% から 14%。長期熟成させることが特徴である。はぁ。長期熟成ってことは、あれか。前飲んだよな。なんだったっけな。忘れた。教会のビールな。教会な。イギリスとかの、ヨーロッパの教会のビールな。使用される麦芽の量や種類も通常のビールより多くなるため、濃厚で複雑な香りを生む。香りはドライフルーツにも例えられ、ウイスキーやブランデーとも似てくる。炭酸も弱めであり、長期熟成によって苦味、甘味、アルコール感、エステル香のバランスが良い。
熟成期間が通常のビールの6倍以上かかるため、熟成に用いるタンクの占有期間も長く、維持管理コストがかさむこと、出荷頻度が低下することなどから日本で製造しているメーカーは多くない。逆にメーカー多くないって書いてあるけど、あるの？はい、あるらしいぞ。麦のワイン限定発売だって。8000本限定。2016年に8000本限定で、8000本限定だって。はぁ、あ。あ、でも安い。1000円だって。悪魔と、天使っていうのがあって、両方とも1000円ですね。日本で作っているメーカーは、わずかの、とのこと。ってことはやっぱわずかでもやっぱいるんですね。これは初めて聞いた。しかもちゃんと瓶がすごいかっこいい、なんか。瓶が、かっこいいっていうか、なんか、ビールとは思えない、この格好。見た目。サンクトガーレンという会社が、作ってるらしい。一升瓶ビールだって。うへぇ！一升瓶の 1.8 リッターのビールがあるらしいぞ。ここの会社。サンクトガーレン。地ビールだって。値段が、なんと、ん？黒と金。感謝。だって。値段が、うわ、たっけ。5500円だって。うぅ。たっけ。5500円。1.8 リッターでしょ？ 1.8 リッターで5。高すぎね。さっきね、なんでしたっけ？ 5 年熟成させやるできるやつ1000円だったのに。いや、さすがにお前、1.8 リッターだからつって、ちょっと値段ボリすぎじゃねえの。さすがに。ああ、地ビール。まあ、いわゆる地ビールの作ってる会社なんだね、これはね。はあ。なるほどね。まあ、
ビール、地ビールって言うけど、ぶっちゃけた話、あのさ、地ビール買うんだったら普通にさ、ドイツのビールとか買った方がよくね？って感じるのは俺だけかな。まあでも、地ビールも、夜なエールとかめっちゃうまいからな。まあ、うまいのはうまいっすよね。夜なエール。まあでもやっぱ一番、地ビールで一番うまいっつったら、夜なエール。俺の中だと多分夜なエールぐらいっすかね。うん、多分あれ超える地ビールないと思いますね、俺は。うん。多分。俺の中だと。夜なは本当に美味しかったね。国内、甘みは、普通。香りも、まあ普通。これ買わないでしょう。そんな美味しいとは思うね。値段もこれ高いらしいですからね。500円とかするからね。2333です。ご視聴ありがとうございました。